木田正夫は、東京都国分寺市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。2021年シーズンから、北海道日本ハムファイターズ二軍総合高知県、投手コーチ。高校球児だった父親の影響で野球を始め、地元の少年野球チーム、スネークスに入る。その後、父親の転勤に伴い小学生時代の後半の一時期を、 北海道札幌市で過ごしているが、天候の条件として、札幌でも少年野球チームに入れることを掲げ、北大パンサーズというチームに入っている。国分寺後中在学時の1983年に関東代表として台湾に遠征した経験を持つ。中学卒業後、山梨県の日本大学名誉高校に進学。1986年春季関東大会に、 出場するが、一回戦で、宇都宮賞に敗れる。同年の山梨大会では、エース、四番打者として決勝に進むが、くじてるよしらのいた、東海大甲府に敗れ、準優勝。右の本格派として、注目を集め、NTT 関東への就職が決まっていたが、1986年度プロ野球ドラフト会議にて、読売ジャイアンツから一位指名を受けた。入団当時は、 カーブ等変化球習得に時間がかかったが、1988年には、メジャー球団の参加保有権がなかった 1A のマイアミ・マーリンズに留学を経験。手の大きさに着目したコーチのオーランド・ペーニャから、後に大きな武器となるフォークボールの指導を受ける。1989年4月29日に、プロ初先発初勝利を記録。 1990年には自身唯一となる2桁勝利を記録し、この年、セリーグ最多のシーズン182奪三振を記録し、オールスターゲームにも監督推薦で出場した。その後は伸び悩んだが、先発、中継ぎ、抑えと何でもこなす役割を果たした。1996年、オリックスとの日本シリーズで2試合で22人連続、無走者に抑え、 連続無双者のシリーズ記録を受立したと一度は発表されたが、翌日になって1976年に小林茂が23人連続で抑えていたことが明らかになり、撤回された。1997年、この年はプロ入り後、初めて先発登板なしとなり、リリーフに宣言する。 シーズン前半はチームが低迷する中で抑え投手を担当し安定していたものの、この年はリリーフ投手の起用がチーム全体で迷走してしまい、木田も調子は維持していたのに中盤以降起用法が不安定になってしまった。オフには右肘有利軟骨状況の手術を受けた。1998年1月に野村隆人との交換トレードでオリックスブルーウェーブへ移籍。 肘のリハビリで出遅れたものの5月8日、対近鉄バファローズ5回戦にて、遺跡初先発登板し1996年8月6日、対阪神タイガース20回戦以来の先発で、勝利した、後半戦最初の3連戦で先発しノックアウト、されると抑え投手として起用され、自己最多の16セーブを記録する。オフにフリーエージェント権を行使した。 1998年11月23日にデトロイトタイガースと2年300万ドルで契約。日本人8人目のメジャーリーガーとなった。タイガースの入団会見では羽織袴姿で登場し、ロボコップに会えなくて残念とジョークを飛ばして、報道陣の笑いを誘った。1999年開幕はトリプル A 級トレードで迎えるが、 4月5日のテキサスレンジャーズ戦の8回に登板し、メジャーデビュー。4月は8試合の登板で、防御率7.24、ホイップ1.61と振るわなかったが、4月後半から、高頭を見せる。5月16日のクリーブランド・インディアンス戦では7回から、登板し3イニングを投げ、メジャー初セーブを記録し、5月は15試合の登板で、防御率3.71。 ホイップ1.47を記録。6月14日のシアトルマリナーズ戦でメジャー初勝利を挙げる。しかし、6月29日に左は秋原を痛め、7月1日に日本人初の故障者リスト入りする。28日に復帰するが、その後は高頭と乱調を繰り返し、復帰後は15試合の登板で防御率8.30、ホイップ1.240を記録し、シーズンを終える。 シーズン終盤には先発での登板を打診されたが、やめた方がいいですと、自ら断ったことを帰国後の会見で語った。2000年、トリプル A 級トレードで開幕を迎え、5月8日にメジャー昇格。10日のカンザスシティロイヤルズ戦では、野茂秀夫と傾倒したが、17日のインディアンス戦で3点本塁打を、喫し、19日にトレードに降格。6月9日に、 タイガースとの契約を解除された。オリックスブルーウェーブに復帰。マイナーリーグ時代は野球だけじゃなく生活面でも苦労し、その苦労により白髪も増えたといい、日本よりメジャーにいる時の方が3倍の速さで年を取るとも語っていた。オリックス復帰後2年間はリリーフでの登板だったが、前回在籍時のリリーフでの安定感を取り戻せず2001年オフに、 オリックスを自由契約となり、数球団の入団テストを受けるも、不合格。2002年は、腰痛治療のため、どの球団にも所属しなかった。2003年にロサンゼルスドジャースと契約し、再び、渡米するが、3月に交通事故により、全治6週間の重傷を負う。2004年9月にシアトルマリナーズへ移籍。2005年、東方をサイドスローに改造したが、 メジャーでは1試合しか登板できず自由契約となった。2005年オフに新監督に就任した古田敦也の誘いを受け東京をヤクルトスワローズに入団。2006年は中継ぎで56試合に登板しリーグ4位となる23ホールドを記録。また監督推薦で16年ぶり2回目のオールスターゲーム出場。2007年にも50試合に登板する。 2008年は開幕時に1軍入りできなかった。2軍では先発としての起用が主だったこともあり、交流戦明けの7月に先発として1軍昇格の話もあったが、結局1軍合流は8月下旬までずれ込んだ。2009年はオープン戦の先発で高騰し、プロ入り後初めて開幕先発ローテーションに入り、4月8日、対中日ドラゴンズ戦で5イニングを投げ、 三出展したが、自身11年ぶりの先発試合を白帽子で飾った。5月以降は、リリーフに回るも、防御率5.55と打ち込まれ、二度の二軍落ち。10月2日に、ヤクルトから戦力外通告を受けた。2009年11月27日に、北海道日本ハムファイターズへ移籍。2010年3月22日の大福岡ソフトバンクホークス戦にて、 先発のボビー・ケッペルが故障のため降板したのを受けて、緊急登板し、5イニングを無失点に抑えて、移籍後初勝利。5月4日には、通算500試合登板を達成した。2011年2012年は、シーズン通して2軍生活が大半を占め、2年間で、計4試合の登板に止まった。2012年11月4日、球団から退団することが発表された。 2012年12月21日に石川ミリオンスターズへの入団が発表された。2013年は石川ミリオンスターズで主にクローザーとして活躍。公式戦72試合中、実に52試合に登板し3勝1敗15セーブ、防御率1.76でチームの前期優勝に貢献。その後地区チャンピオンシップ、BC リーグチャンピオンシップ、 日本独立リーググランドチャンピオンシップ2013でも登板し、独立リーグ日本一の胴上げ投手となった。シーズン終了後に、静岡県草薙総合運動場公式野球場で、行われた12球団合同トライアウトに参加。打者4人に対しに脱三振の好結果を残したものの、NPB 球団との契約には至らなかった。 12月9日には、ミリオンスターズのゼネラルマネージャーに就任。2014年、NPB 復帰を目指し、ミリオンスターズで、投資権、ゼネラルマネージャーとしてプレー。前年と同じく抑えを任されたが、8月24日に、金沢市内のホテルで会見を開き、今季限りでの現役引退を発表した。9月13日の福井ミラクルエレファント戦では、友人である。 アカシア・サンマが臨時コーチを務め、試合終了後に対談式と称して、球場を一周した。翌9月14日の群馬ダイヤモンド・ペガサス戦で引退試合を行い、背番号12番はミリオンスターズの永久欠番となった。自身は出場したことはないものの、後楽園球場を本拠地としていた時代の巨人に在籍した選手では、最後の引退であった。 2015年から北海道日本ハムファイターズのゼネラルマネージャー補佐に就任。同年3月4日、札幌ドームでの巨人とのオープン戦試合前に NPB 引退セレモニーが行われ、原辰則との一級勝負で空振りを奪った。2017年10月26日に行われたプロ野球ドラフト会議にて4年連続で外れくじを引いた。 監督の栗山秀樹の代わりに、日本ハム球団のくじ引き役を務め、一巡目指名で、7球団が競合した、セ美ミ幸太郎の当たりくじを引き当てたことにより、話題の人となった。2019年シーズンからは一軍投手チーフコーチ。2020年は一軍投手コーチを務めたが、チーム防御率は4.02位は2004年以来16年ぶりの4点台に低迷した。 2021年和二軍総合高知県投資高知。群馬県前橋市出身の父、秀夫は、群馬県立前橋工業高等学校時代、教権の保守として活躍。卒業時には、大マヨリオンズからもスカウトされていた。後に、読売ジャイアンツで木田を指導することになる、宮田幸則とは、群馬県立前橋高等学校時代に何度も対戦しており、 たまたま旧地の間柄であった。なお、いがらしあととはいとこにあたる。明治神宮野球場やロサンゼルスで子供たちへの野球教室を開き、また資材を投じて、スワローズクラブハウス前にファン用テントを設置したり、自腹で約100万円をかけ、都営バス1台を2008年の開幕戦の広告で外装して運行を手配するなど、 様々なファンサービスに取り組んでいる。タレントのアカシア・サンマと親交があり、サンマが司会を務めるテレビ番組に、キラ自身も出演することがある。アカシア・サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショーには、巨人時代の1996年から、トナカイの着ぐるみを着て、毎年出演するとともに、自身の関連景品を提供している。2000年にオリックスブルーウェーブに復帰した際には、 アカシアマンション物語内のダメダメボーイズコーナーの決め台詞と合わせたデキュックスグッズが発売された。なお、最初のオリックス遺跡当時、オリックス戦のテレビ放送が少ないこともあってか、オリックスの飢餓としての知名度は高くなく、サンマの番組に頻繁に出ていたことから、飲み屋で若い子に吉本の芸人に間違われることがあったという。なおこの縁でサンマは2014年に、 石川ミリオンスターズ講演会に加入している。しかし木田はトークなどでの笑いに関して、サンマとは、いわゆる、指定関係にはなく、その面での師匠は、村上障子であると、公の場で、たびたび発言している。巨人時代、実家からの場合は自転車で、国分寺駅へ、同駅から中央線で、東京ドームのある、水道橋駅まで通っていたこともある。また、 巨人時代に数回経験した引っ越しをかなり面倒に感じたことで、巨人退団後の10年以上にわたる現役生活はずっとホテル住まいだった。家だと帰っても誰もいないが、ホテルはフロントでお帰りなさいませと言ってもらえるのが癒されるとも発言している。イラストレーションが得意で、ひだがくと呼ばれるほどの腕前を持つ。テレビ出演時にはたびたび披露するほか、 各プロ野球選手のイラストを描いた、選手名館、木田正夫のプロ野球選手名館を観光している。ありがとうございます。